をちょっとちょろっと読もうかなと思ってて、はい、神配信本当嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。数年はぼっち数年はぼっちですか、そうストーリーのね、そう募集していただいたやつをそうちょっと読もうかなと思ってて、そうよかったらぜひ、はい、あまりいい思い出ない、本当ですか、あんまりいいもの出ないですか、本当握手、あクリスマス握手会ね、そうだね、毎年その握手会があった頃はサンタの格好でねさせていただいてましたもんね、そうありがとうございます、全然ネタがないんで、本当本当にずっとぼっちなんでかけ全然いいんですよ、握手会とかね、なんかこうおしめんのそうなんかサンタコスを見れたとかも全然大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ。さっきウォーロクさんで買ってきた口調とケーキを食べた、いいですね、そうだね、クリスマスですもんね、クリスマスですもんね、うん、結婚記念日、あ今日がってこと、それとも明日がってこと、すごいね、去年のクリスマス公演に見に行きました、ありがとうございますね、そう今回ねそう久しぶりにねそのクリスマス公演に当たったっていう方とかもいらっしゃったりしてて、その募集した時にね、あ今日なんだね、おめでとうございますね、昔いや昔って言うんですか、あ昔にか、彼女に手編みの手編みのセーター、すごいね、手編みマフラーなら聞いたことあるけどセーターってすごいね、すごいね、めっちゃ縫ってくれたの上手だね、そうか、おたかつ関連ならあるけどリアルだと全くない、あ本当、まあでも平日ですもんね、あ明日休日だ休日だった、明日休日だ、平日ですもんねとか言っちゃったけど明日休日でしたね、ごめんなさい、そうそうだね、うん、平日のことも多いもんね、うん、おめでとうございますね、おめでとうございます、すごいね、クリスマスイブにさ結婚記念日でさクリスマスの日にさなんかこうなんだろう一緒にパーティーできるっていうのいいですね、うん、だいたいそうだね、お家私のお家だと25日とかにあれなんですよね、そうお祝いっていうかそうケーキとか食べるんですよね、うん、明日は土曜日でだよね、めっちゃ土曜日でしたね、ごめんなさい平日とか言っちゃった、高校時代にクリスマス1週間前にお付き合いしていた人から急に別れてほしいと言われました、どういうこと、クリスマスの1週間前に言われたの、なんかそれ私だったらもうってなっちゃうかも、そうなんだ、急に別れてほしいってなんか悲しいですね、遅刻したこんばんは、全然始まったばっかです、始まったばっかです、全然明日は切り替えで振り替えで仕事だけど、あ頑張ってね、頑張ってくださいね、うん頑張ってね、某チキン屋さんのバイトは辛かった思い出、あそうですよね、確かにね、クリスマスだとねこういうなんかチキンとかなんでなんか分からないけどさチキン食べるあれがありますよね、なんだろうね、なんか分かります、なんかクリスマスといえば、まあ、ケーキもそうだしなんかチキンってイメージあるよね、うんね、間違いなく欲しいだね、欲しいって何間違いなく欲しいね、違う相手いたのかなって思いますよね、なんか違う人見つけたって思いますよね、さっきの話でね、あそうなの、ターキーなんだね、そっか日本だけらしい、あそうなんだね、仕事で酔っ払チキンあげまくった、あ本当お疲れ様ですね、お疲れ様です、インスタであ送った、ありがとうね、海外でクリスマス過ごしたの楽しかった、おしゃれ、いいな、海外で過ごしたことないので羨ましいですね、七面鳥の代わりか、あそっかそういうことね、なるほどね、理由わかんないんだね、日本の行事じゃないからね、確かにね、そうだよね、七面鳥ね、なるほど、じゃちょっとね読んでいきたいなと思います、ちょっと一回更新してたいと思います、何にもありませんっていうね、ありがとうございますね、わざわざ書いてくださって、ずっと何にもない、本当ですか、本当にどうだろう、小さい頃とかどんな感じでしたか、うん、そうやっぱり年一度にクリスマス握手会っていうのもね言ってくださる方もいらっしゃったり、あえすごいねこれね、東京タワーでプロポーズしましたっていう方もいらっしゃる、すごくないこれね、チキンを食べて、ケーキを食べて平凡なクリスマス、いやいいと思うよ、うん、一番なんかこうなんだろう日常っていうのがね幸せだと思うけどな、すごいよね、ねびっくり、東京タワーでプロポーズってすごいですね、ロマンチストですよね、うんね
そうですよね、パチパチパチ。小3ぐらいまで信じてた。あ、それは何も言わない。ちょっとどうなんだ、もう大人しか見てないよ。私のあれ、あのこの配信は大人向けだよね。どうなんだろう、大人向けだからどう言っていいのか、なんかここの部分って分かんないよね。そう、 DMM だとちょっと言えないけど、なんかこの私のコンテンツは大人向けのコンテンツだからいいのかな。いいのかな、なーって言ったらいいんだろうね。うん、大人向けコンテンツだからいいのか。坊やいる、大丈夫かな。サンタはいない。いやいやいる、いるよ。うん、いるよ。大人の方でも、あ、そうだね、大人の方のところにも来るサンタもいらっしゃるし、私みたいにもう来なくなっちゃった人もいると思うっていうことだけ言っとこうか。ね、そういう言い方しとけば大丈夫だよ。私のところにはもう来なくなっちゃったよ。子供みたいな、本当？あ、大人向けか。さすがにサンタ待ってる年齢の人はいないかな。嘘、いないかな、いないか。いないかな、どうだろう。マリナサンタいる。いや、マリナサンタはね、明日もしかしたら現れなかったり現れたりするかもしれないけど、うん、お兄さんもお姉さんもしかおらんね。もうどっちかって言ったらサンタ側になるのが辛い。あー、そっか、サンタ側、サンタ側って言うとちょっとあれなんですけど、逆にサンタさんの人はいるかも。あ、そうだね、まあそうだね、サンタさん側になる方はいらっしゃるかもしれないですね。うん、サンタになる側がたくさん、みんなすごい。サンタになる、なる側ってね、すごいね、すごいな。待ってますってね、そうだね、待ってて待ってて、明日現れるか現れないのかって感じですけど。マリナさんとプレゼントお願いします。何がいい。逆に何がいいんだろうな。うん、サンタ世代、サンタ世代、あ、サンタになる世代ってことね。なるほど、サンタさん用で臭い、靴下ぶら下げてる、ぶら下げてるの。ちょっとあの、臭い靴下って何て言ったらいいかな。何て言ったらいいかな。めいっ子1個いるからサンタさんが、いや、そうだよね、いいな。めいっ子1個が私まだいないんですよね。そうだからね、なんかめいっ子1個ができたら、そうあれかな、なんかサンタさん側になったりするのかな。でもできやしちゃうと思うな、めちゃめちゃ。うん、マリナさんとあおちゃんが待ってるよ。あおちゃん、あおちゃんにプレゼント。そうだよね、そうだよね、あげる側か、あおちゃんとかにも。うん、またサンタマリナちゃんとツーショット撮りたい。そうだね、そうだよね、ね、なんか前はねできたのにね、なんかね、したいな。今年は頑張ったからマリナサンタが来ることを、来てくれることを願ってます。仕事頑張ったのね、お疲れ様ね、お疲れ様。うん、クリスマスと、お年玉と連続になるよ。そうだよね、確かに。だって5日後6日後か、6日後にはもうお正月ですもんね。あ、もっとか、6日後かな。うん、ね、そうだよね、そっか、お年玉か、そっか、お年玉かね。でもお年玉をね、私あげたことがなくって、そうね、大変だけどちょっとあげてみたいなとは思うんですよね。うん、あ、そうなんです、そう、アルビビビさんにお邪魔させていただきます。1月3日にありがとうございますね、触れてくださってありがとうございます。そうなので、ちょっと年、あの 年始でちょっと忙しいかもしれないんですけども、よかったらぜひお待ちしておりますね。そう、初めてのアルビさんです。はい、ありがとうございます。ちょうど空いてる日、本当おめでとう、ありがとうございます。初バスケでございます。そう、楽しみです、ありがとうございます。うん、姉ちゃんお疲れ様、お疲れ様。めいっ子、あ、三つ子だから全部三つに揃えなきゃ。あ、すごいね、三つ子なんだ、素敵。そっかそっか。もちろん行くよ、ありがとうございますね、ありがとうございます。チケット買った、あ、本当？とても暇だったらよかったね。本当ですか？休んでない、あら、頑張ってね、お疲れ様ね、お正月からお仕事ね、お疲れ様です。3日に試合があるのにびっくりね。そうなんですよね、3日からね試合があるのもすごいですよね。29日もね試合ですもんね。ね、 3月になったらぜひビッグサンにも、あ、そうですね、ね、サッカーね見たいな。来年アルミの、試合ビッグサンに来てください。すごい、同じような内容のコメントがありがとうございます、ありがとうございます。
ということでちょっとちらっとまた読んでいきたいと思います。でも握手会っていうコメントいただくのが多いな。嬉しいですね。ありがとうございますね。皆さんの思い出になってるんですね。ありがとうございます。大丈夫かな。推しからの説教、推しからの癒し、ん、どういうこと大丈夫かな。説教が好きな人ってこと、大丈夫ちょっと待ってちょっと戸惑っちゃった。今推しからの説教、おーおーちょっと大丈夫かな、びっくりしちゃった。続いていきますね。クリスマス前に失恋しました。おっとおっとあららららそっか、クリスさっきも先ほどもねいらっしゃいましたもんね。そうだよね、わー失恋ね。そっか、まあでも告白したっていうことですよね。ね、勇気をね振り絞ったということで、んでも運命の人じゃなかったっていうことですね、運命の人じゃなかったんだなって、そう前向きに捉えていきましょう。うんね、切ないですね。でもそう、運命の人じゃなかったね、そうじゃなかったということで、うん、ポジティブポジティブにね。続いて、あ、これも、え、高校の時呼び出して告白して付き合いました。あ、すごいね、クリスマスに、呼び出しってすごいね。もう別れちゃったけど、あ、別れちゃったんですね。別れちゃったんですね。飲んだくれこれからまだまだこれからこれから、あ、大人の方の意見です ね。運命の人を見つけないと、運命の人はきっと現れる。ローズをくださいバチェラーかなバチェラーかなね。えでも素敵ですね、高校生の時にもね勇気振り絞ってすごいな。続いていきますね。なんだろう、続いていきます。すごい小さい頃に包装紙で長靴を作ったら大きなアイスが入ってて喜んだ記憶があるの。え、すごくない？包装紙で長靴を作ったら大きなアイスが入っててめっちゃ可愛いめっちゃ可愛い。この機会喜んだんだね。いや嬉しいよね、大きなアイスってね。でもすごいね、折れることもすごくない？すごいね。ねえ、確かにあれかな、起きる前にサンタさんがね入れてくれたのかな、ね、多分ね、多分溶ける前に入れてくれたのかもしれない。すごいな、いい、かわいいですね。うん、じゃあ続いていきますね。うー、至って平凡な一日そうですよね、うん、ね、そうですよね。あ、サーティワンね、今日ね私もサーティワンいただきました。サーティワンだとねポッピングシャワーが一番好きですね。お、長靴折れるのすごいよね。じゃあ続いて、今から友達とクリスマスパーティーする。あ、いいね、すごい素敵、いいな、クリスマスパーティーするっていいですね。うん、平凡こそが幸せよ。いやそうよね、幸せでございますよね。ね、続いていきます。あんまいい思い出ないっすね、どうしたらいいですかどうしたらいいって言われたら、じゃあ作っていけたらいいよね。うん、またね握手会ができたりとか、またなんかこうクリスマス公演とかにできたらいいですよね。よかったら明日のね配信も見ていただけたら、きっと見て後悔はさせないと思うので見てくださると嬉しいなって思いますね。そう、配信結構ねそのクリスマス公演も外れちゃったっていう方も多かったのでね、そう多かったので配信でね見ていただけたら嬉しいなって思います。うん、もちろん見るよ、ありがとう。いつかモテ期が来るよそうですね、モテ期3回来るって言いますもんね人生でね。うん、じゃあ続いていきますね。サンタさんに会いたくて必死に起きていたけど結局寝てしまい、朝におもちゃを見つけて嬉しかった思い出。かわいい、わかります。なんかさ小さい頃さ意地でもサンタさんに会いたいと思ってさ、なんか起きてたりするんですけど、あれですもんね、なんだろう、寝ちゃうもんね結局ね子供って寝ちゃうんですもんね、寝ちゃいますよね。なんか起きてようと思うけど寝ちゃうもんね。え、かわいいね、めっちゃかわいいね、かわいい、純粋や、かわいいね、めちゃめちゃかわいいですよね。そう、寝落ちしちゃうよね眠くてね。そう、かわいいね。今まで朝で、今は朝まで起きてられるのに、いやそうよね、なんでだろうね。子供の頃って寝ちゃうけどさ、大人になってる、大人になったりするとさ夜にね耐えられますもんね。うん、起きてお父さんに遭遇しました。本当？お父さんと会っちゃったんだ。
え、そこからじゃあお父さん、あ、なんでもない。ただお父さんと会ったってことだよね。うんうん。お父さんと会っちゃったってことだよね。うん、それ以上は何も言わないでおこう。うんと、待つって言ってからの出落ちは可愛いね。可愛いよね。可愛いですよね。うん。おっと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 。じゃあ続いて。聞いちゃうのか。そうか。聞いちゃうのか。聞いちゃいけなかった？え？逆に聞いちゃいけなかったのかな？聞いちゃいけなかったか。ね。うん。聞いちゃダメだったか。うん。てんてんてんで終わってる。あ、ごめん、なんか聞いちゃいけなかったね。申し訳ないです、すいません。ごめんね、よくわかる、よくわかる。あ、ごめん、ごめん、みんなに言っとく。いや、そういうつもりじゃなかったんですよ。なんか小さい頃の思い出とかをなんか聞いたりとか、なんか皆さんの学生時代とか、なんかそういう時の思い出とか聞きたいなって思ってたんですよ。違う、そういうなんか傷を広げたわけではない。じゃあ続いていきますね。初めて彼氏とクリスマスディズニー行った。よかったね。うん、こういうね、楽しい思い出とかね。こういうね、思い出とかも、うん、素敵。うとってもとっても素敵。素敵ですね。次。次いきます。はい、全然違うんだけど髪色と長さ可愛すぎ。本当ですか？可愛い、嬉しい。今日ね、巻いていただいたんですよ。ちょっとマリナお姉さんになりました。ありがとうございます。続いてじゃあいきますね。昔はクリスマスの、あ、間違えた。昔はクリスマスに来年のイブのシティホテルを予約していた。いつ彼女が、かんだ、いつ彼女ができてもいいように号泣。え、すごくない？今日はあ、昔はクリスマスに来年のイブのシティホテルを予約していた。いつも彼女ができてもいいように、すごくない？え、もう、あ、もうとっておくってこと？すごいね。バブル時代ですか？時代でバレちゃう。すごい。イブのシティホテルってすごい、え、お高いの？イブの。バブル時代ですか？すごい。そうなんだね。あ、すごく高い。そうなんだ。へえ。あ、取れないんだ。予約取れなかった。そうなんだ。え、ごめんね、ちょっと時代がわからないんですけど、めっちゃ高いよ。めっちゃ高い。そうなの？みや、10万円するの？え？早く取らないと。相手の、すごくない？それでさ、彼女できてさ、実は今日予約してたんだよねとか言ったら、すごい。あ、1年前からすぐるんだ。へえ、そうなんですね。バブリーだって。そうなんだ。知らなかった。それがしたかったんだ。なるほどね。すごいですね。で、そこで何をする？おっと。おっと、それはもうご想像にお任せしますね。じゃあ続いていきますね。すごいね。わかんなかった。今シティ、イブのシティホテルって調べちゃった。イブのシティホテルって調べちゃったら、なんか、そう、あの、ホテルが出てきました。はい。新潟の、あの、シティホテルとかが出てきました。じゃあ、続いていきますね。推しメンのサンタ姿。ああ、かわいいですね。ありがとうございます。嬉しいです。こうやってね、なんか、クリスマスの、あの、さっきも言ったんですけど、思い出って言った時に、こうやって私たちのね、なんかこう、サンタの姿とかっていただけることだったりとか、握手会の思い出って言っていただけることもね、すごく嬉しいです。そう、ありがとうございますね。ありがとうございますね。思い出ね、たくさんね、作れたらいいなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ続いていきますね。あー、アンコール前に劇場のモニカンに入れず、ブリッジで、一人 DMM 鑑賞。わーお。わー、そうだったんだね。そっか、アンコール前に入ろうと思ったんだね。そしたら入れなかったんだ。なるほど。ブリッジで。
ちょっとあれですね、少し悲しかったですね。そうだったんだ。わーね、森川にも入っていただきたかったですけどね、いつかね劇場内にもね入れたらいいなって思います。ありがとうございますね。ね、寒いね。そうね、寒い中見てくれてありがとうございますね。本当に見てくださってありがとうございますね。入れたらいいね。切ないね。切ない。ちょっと待って、一番なんかこう皆さんの切ないエピソードもいただきますけど、ちょっと一番切ないかもしれないね。寒かろうにね。そっか、ありがとうね。ありがとうございます。見てくださるのものすごく嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ続いていきますね。クリスマスの思い出、何もない、寂しい、26歳、あ、間違えた、すごいかな、29歳、独身女。え、女性なんですね。寂しい29歳、独身女。おーと、なんかなんだろう、このなんかこう、なんだろう、何かちょっとすごく、なんだろう、寂しい気持ちがすごく伝わってくるんですけど、そうか、まあでもこれからです。ありがとうございますね、投稿してくださってありがとうございます。でもいっぱい、あ、紹介してて紹介してっていうコメントいただきましたよ。まだまだ、ほら、 OK、 明日会いましょう、だって、よし、焼肉行こうってすごい、みんなすごいよ。ちょっとお誘いいっぱい来てますよ。お誘いいっぱい来てます来てますよここで婚活パーティー始まっちゃうかないっぱい来てますよ、いっぱい来てますすごいね、婚活ネタ多いね、すごいね。うん、買ったケーキが思ったより大きくて余ってるんだけどなって、あ、来てますよ、お誘い指定ホテル行くっていっぱいお誘いが来ましたよ、皆さん来てますよ。はい、じゃあ続いていきますね。続いていきます。はい、続いていきます。友達とケンタッキーを胸焼けして食べきれないほど買い占めてお酒を飲んだ、思い出っていうのもありますね。素敵ですね。なんか友達とこうやってね、なんかいっぱい、なんだろう、まあお酒を飲みつついっぱいご飯を食べつつっていうのも素敵ですよね。ショールームに出会いを求める時代なんですかなんかごめん、なんか開いちゃった、ごめんね。うん、ね、いいですよね、お友達でこういうのも楽しいですよね。いいですよね。いいな、私もね、そう、なんかこう、なんだろう、いつだろう、高校生の時かなにしたいぐらいかな。で、今日の配信の後にピザをちょっと頼んじゃって食べて、そう、いちごもいただいたですよね。そう、今ね、そう、なんかこうコロナだからさ、大人数とかではちょっとできなかったりするんですけど、またね、できたらいいですよね、本当にね。ね、クリスマスパーティーとかね、楽しそうだよね。プレゼント交換とかしてたんですよね。なんかいくらか決めて、そう、プレゼント交換もしたことあって、そうね、またいつかやりたいなって思います。今日は一人でピザパーティーした独身男でいいと思います。そう、パーティー配信がね、そう、ちょっとね、22時以降がね、ちょっとね、配信ができなかったのでね、そこまでだったんですよね。うんね、仲間とワイワイが楽しいよね。楽しいよね。そう、ビンゴ大会とかもあったね。あ、そう、クリス、音に合わせてね、回すのとかね、いいな、いいですね。ね、じゃあ続いていきますね。今からデート、明日は遊園地、これから思い出作ります。楽しんできてねうん、うん、いい思い出作ってきてねついていきますね。はい、小学校の頃、親戚は、洋菓子店でお手伝いして帰りに、デコと余ったカステラ部分を毎年もらって帰った。あ、え、デコって、ごめんなさい、ちょっと私、ごめんね、用語が分からなくて、デコってなんだろう。デコと余ったカステラの部分をもらって、毎年もらって帰ってたってことです。あ、デコレーションのことか。あー、そういうことか。そういうことで、デコレーションのあれか、プレートのことかな。
プレートのことか。なるほどね、なるほど、いいですね。余ったカステラの部分ってあれですよね、そのスポンジの部分っていうことですよね。なるほど、いいな、洋菓子店だったんですね。いいですね、素敵。お手伝いしたのも可愛いね。なるほどね、デコレーションのことか。なるほどね、いいな。あ、サンタ、あ、砂糖のサンタさんのことか。なるほどね、よくケーキとかに乗ってるやつですね。そっかそっかそっか、素敵、いいな。お手伝いしてたのも偉いですね。可愛いよね、可愛いですね。じゃあついていきますね。毎年仕事で、今年も日曜日までずっと仕事です。パワーください、お願いします。てんてんてん、ちょっとなんかてんてんてんで終わる文章って悲しいですね。頑張ってくださいね。毎年、そっか、日曜日までお仕事なんだね。日曜日までってことは26日までってことかな。ね、頑張ってね、お仕事ファイトです。で、明日お仕事の方っていう方もね、結構いらっしゃったので、頑張ってください、お仕事の方ね、ファイトです、頑張れ、ね、頑張ってください。あ、みんなからもみんなからもお仕事ファイトって、頑張って、ありがとうございますね。すごい、みんなのパワーがきっと届いたと思います。頑張ります、頑張ってね、頑張ってね。じゃあ続いていきますね。あ、2年前の今日、幕張メッセで可愛いサンタさんに出会えたこと。誰のことかな誰のことかな、可愛いサンタさんに出会えたこと、誰のことだろう。でもな、多分きっとね、この方はね、いろんな可愛いサンタに出会えてると思うので、ちょっと私のこととは、ね私とは絶対これ私だっていうのは言えないんですけど、誰か書いてないと思いますし、あのきっとね、あのこの方はいろんなサンタの例に並んでると思うので、一人とは限らないんですよ。そう、サンタがいっぱいだから、多分いろんなサンタに会えたんでしょうね。はい、よかったですねいっぱいサンタいますからね、うん、私っていう確証はないので何番目のサンタかな、私は2番目かな複数、そう、複数ですね。じゃあ続いていきます。クリスマスどうせ暇だろうと言われて、男3人で焼肉。あー、いいですね、どうせでもちょっとどうせ暇だろうと言われてどうせ暇ってすごいね。どうせ暇だろうっていいですけど、すごいね、 どうせってつくと、おー、うんってなるよねマリちゃんサンタに会えた、ありがとうございますね、ありがとうございますね、決めつけ、そう、まあ、読まれてるね、読まれてるね面白いですね、どうせってじゃあ続いていきますね。で、小学校の頃と、あ、小学校の頃、とある年のクリスマスにおばあちゃんからのプレゼントが問題集で泣いたおばあちゃんはお勉強してくれるといいなって思ったんでしょうね。で、こっちからすると、おばあちゃんからのプレゼント何かなって思うもんね厳しいねおばあちゃん厳しい厳しいよね、ガチなやつですよね。いや、厳しいな、おばあちゃん。いや、こっちはね、いや、ワクワクしてたのにね勉強せいと、そうだね勉強しなさいっていうことかもしれないけどね。なるほどね。続いて私漢字ドリル、ね、でも送られてきたことありますよ。あの、なんだっけ、あのさちょっとアイドルが言いづらいんですけども、そう、いただいたことありますよ。あの、 なんて言えばドリルってやつがあるんですけど、それをいただいたことがあるんですよね。ありますよね、うん、あんま言いづらいですよ、うん、アイドルなんで、一応もう一回言うね、うん、あのアイドルなんで言いづらいんですけど、うん、ドリルをいただいたことがあって、あるんですよ、あんこあんこドリルにしとこうかなそう、送られてきたことがあって、なんか結構小学生にすごく人気だったんですよね。ちょいねちょっと汚さないで、この配信汚さないでください、ね、汚さないで、ちょっとごめん、伏せたんだから、ね、汚さないでよ汚さないで、ちょっと本当にやめて、もう次行きますよ。まあ、もらったっていう話で、すごい小学校の小学生に
すごいね。ちょっとクリスマスイブよ、今宵はクリスマスイブ。もうじゃあ続いていきます。まあそれをもらったっていう話です。そうね、ということでじゃあ続いていきますよね。続いてクリスマスより有馬記念。今日もあゆがね言ってましたね、なんか有馬記念でなんか何なんかこうどうやなんかねどの子にしようってすごく悩んでて、今日もずっとね言ってたんですよね。そうね、有馬記念皆さんやったことあります？やったことある？有馬記念、そうか今の時期、そうか今もうあるかな、あります。え、なんかね、すごいそのあゆと話してて、そうスタッフさんもいらっしゃるんですけど、スタッフさんもなんかこう状態を見てなんか決める方とかもいらっしゃるみたいで、なんだろう、こう馬がこうなんていうの、こうやってなんか出てくるんですよね、走る前に。その時のなんか様子とか実際になんかこう見て足の筋肉とかを見たりとか、なんかちょっと今日なんか暴れてる時とかっていうところでなんかそこで判断して選ぶっていうこと、あ、パドックっていうのかな、その時になんか決めるっていうのがあって、え、パドックを見て決めるんですか皆さん。なんか韓国料理っぽくなっちゃった。パドック、あ、ごめん、ハットクみたいな言い方しちゃった。ごめん、ちっちゃいつの入れるタイミング間違えちゃった。なるほどね、あ、そこで見て決めるんですか。競馬場から徒歩3分のところについて、あ、そうなんだ、そしたらじゃあそうなんだね。それで当たったら、あ、そうなの、もう買わないけど毎年見てる、そうなんだね。だいたい新聞、そっか、馬の調子が分かるんだね。そっか、そこで見て決める。あ、でもあれかな、結果から見て最終確認なんだ。そうなんだね、そっかそっか、あ、そうなん、あんまり参考にならない、あ、そうなんだね、そっかそっかそっか。私は馬の目を見て決めた。あ、すごいすごい、かっこよくない？私は馬の目を見て決めた。5割は当たってたよ。すごい、馬の目あるんですね。そうなんだ。そうなんですね。顔より太ももです。どういうこと？太ももを見て決めるってこと？あ、最近の実績とか体重とか、あ、そうみたいね。そう、なんかその結果から見て買う方もいらっしゃったりとかするみたいで、そうだからなんか面白いよね、そうやって予想してするのもね。アイドルにハマる前は競馬に待って、あ、そうなんだ、じゃあ皆さんもしかしたらねあれかもね。あ、そう、推しの好きな番号っていうのを3つもらって、あ、それもある。なんか結構なんだっけ、なんか違うやつなんですけど、ロトかな、なんかこうあれの時とかもなんか好きな数字教えてって言っていただいたりとか、なんか誕生日で選んでいただくこととかも多くて、そうなんか申し訳ないんですよね、それで当たらなかったら。申し訳ないなって思ってて、そう、あ、お馬さんの話なんですけど、そう歩き方見るんだ、そうなんだね。そっか、そうおしゃべり会とかで結構聞かれるんですよ。そう、あ、マリーナっていう馬もいるんだね。あ、そうなんだね、そっかね。でもそう、あ、そういう人もいる、そうなんだね。10月16日買ってるけど当たったことない、怖い、ごめん、私の誕生日当たんないかも。ロトセブン当たられた、ごめん、あの当たらないです。ごめん、それは申し訳ないなと思ってるんだよね。そう、申し訳ない、当たんないからごめん。当たった報告はそうだね、ないかな、ないかもしれない。申し訳ない、数字的にちょっと当たらないかもしれないね。うん、申し訳ないですね。マリーナ今度走るとき買う、本当？本当にありがとうございますね。48、あ、そうだね、48か、なるほどね、ありがとうございますね。すいませんね、当たらないかな。そう、パスワードぐらいにしといて。ちょっと当たらないので。いつか買えば当たる、本当？当たるかな、ごめんね。そう、私あんまねあれなんですよね、そういうなんかくじの女神にはなれないんだよね。うん、ごめんね、そう申し訳ないです。はい、なのでじゃあこの番号とか言う時とかなんか申し訳ないなと思うので、全然自分が思った数字をねこう選んでいただけたらなって思います。本当にすいません。あ、でも買わなかった時に限って当たるとかある、あ、そうなんだね、そっか、なるほどね、ありがとうございますね。年末ジャンボも、あ、年末ジャンボってあれじゃないっけ、あれいただくやつじゃなくて選べるんでしたっけね。じゃあ続いていきますね。
小3の時にベランダに欲しいものを書いて靴下を置こうとしたら全力で父に止められていろいろ察した思い出。え、どういうこと？欲しいものを書いて、ベランダに欲しいものを書いて靴下を置こうとしたら全力で止められた。え、あ、お父さんがあ、ダメって思ったのかなそういうこと？ベランダにそっか置いちゃった欲しいものを、あ、そっかそっか、ベランダだったからあれなんかな、それかあれかな、高いものだったかな、どっちなんだろうね、どっちが高いものだったんかなどっちだろう、このパターンはどっちだろうね。ベランダにそう欲しいもの書いておこうとしてあれだったのかな、もしかしたら風で飛んじゃうっていうのか、それともあれかね、何かこう高いものをお願いしたのかな、こう、ね、高額だったのかな、高額商品だったのかな、ねえ、いっぱい、あ、いっぱい書いてたのかね、それかね、お財布の中身に足りなかったのか、あ、それかもう準備してたかね、確かに、そっか、何書いた、何書いた欲しいもの何書いたんだろう、何かな、外に出るのは寒かった、あ、なるほどね、寒かったのかな、ご近所さんの目的な、あ、ベランダに入れないのかな、準備してたものかな、ね、今なら PS5 が欲しい、あ、そうね、いい値段しますもんね、そうだよね、そうだよね、わあ、言う、あ、直前で帰る子もいる、確かにいるよね、いるよね、確かに確かに、追い焚き風呂、あ、追い焚き風呂、あ、それ日向ですね、欲しいものベランダに置いてるパターンだったのかな、なるほどね、そっか、あ、高いものだったのかな、ね、今なら愛って書くかななんでちょっとの、なんかすごいロマンチストになってる今愛ですか、欲しいもの、皆さんの欲しいものってなんだろうね、何ですか皆さんの欲しいものって何かな、私そう今すごいもうずっと、え、6年ぐらい使ってるんですよね、もう6年だ、結構使ってないですか、6年使ってるんですけども、新しい掃除機か、もう一つあるんですけど、洗濯機か冷蔵庫欲しいんですよね、あ、彼女素敵、マリアちゃんのサイン、マリアちゃんサイン書くよ、皆さんよかったらあのメールの返信でよかったら本名をまた教えていただけると嬉しいなって思います、ありがとうございますね、もう送ってくださった方ありがとうございます、ありがとうございます。そう、週の欲しいもの、電化製品が欲しいですね、電子レンジも、あ、でも電子レンジも欲しいな、ね、欲しいですね、そう、マリナの愛足りないですか足りないかな今日申し込み、あ、申し込みました、ありがとうね、ありがとうございます。あ、うーん、私が与えられてあげられるものかな、自分で買えるでしょ、なんだろう、そうですね、か、まあでも買いたいなと思ってる、でもいつのタイミングになんか買えようって思うのかっていうのがちょっと難しいですよね、ね、難しいよね、なんだろうね、いつのタイミングで買える、だいたい10年ぐらい使ったりするのかな、電化製品販売、電化、あ、量販店か、そっか、そう、全部済んじゃうね、確かに今欲しいものは全部済んじゃうかもね、ショールームあったら申し込みます、ありがとう、またお聞かせます、ありがとうございますね、ありがとうございます。そう、壊れてからでも困るし、いつなんだ、でも壊れたらかな、まあなんか、あ、10年が目安って言うんだ、そうなんだよね、そっかそっか、メールに送ります、ありがとう。もっと広い土地、すごいいいね、買いたい時が買い時、いやでも欲しいんですよね、結構私の掃除機ってなんか何だろう、なんかこうな、そんなに高くないやつなんですよそんなに高くないやつで、そう、なんかちょっとね、水がそう前ほどあれじゃなくなってきたからちょっと欲しいなと思ってて掃除機にさせていただきました。どうしよっかな、ね、ちょっと考えますね。そう、あ、ルンバか、ルンバもいいのかな、ルンバって使ったことないんですよね、実家でもルンバ使ったことなかった。そう、スティック状ですね、スティック状でございます。そう、そうなんですよね、そう、吸引力がね足りなくなってきたような気がします。思い切って買っちゃおう、買おうかな、ちょっと考えますね、買おうかな、ね、どうしよう、ダイソン的なでも全然なんかお手頃価格で全然大丈夫ですね、全然大丈夫です。本名はいつまで提出ですか、あ、どうしようかな、いつにしようかな、いつがいいかな、いただいた時のタイミングで、私毎日メールの返信をしていただいてるんですけど、その時にスクショさせていただいてるんですね、よかったらもしいつだろう、いつまでがいいんだろうな、いつまでだろう、あ、あれかな、
そのお申し込み期間までにいただけたら嬉しいなと思っております。うん、紙パックのやつがいい。あ、本当？前に実家で紙パックのやつ使ってたんですけどね、どうしようかな。メンバー最初だけね、どうしようかな。モバペ取ってない、ぜひこの機会にお待ちしてますね。そう、欲しいなと思って。紙パック捨てるなく、そうですよね。なんか綺麗に保てるのってやっぱ紙パックのやつ綺麗に保てますもんね。そっか、どうしようかな。ちょっとありがとうございます。でもなんかこう気軽にできるものがいいなと思ってるのでちょっと考えますね。そう、なんかもしゲットするなら、なんだろう、あのコードレス、なんていうの、コードがないやつもうしてみたいなと思ってて、今結構さ、刺してさ、なんかこう掃除してたら抜けちゃうみたいなことがあるので、そう、それをねちょっと欲しいなとは思ってるんですよね。そしたらなんかさ、多分充電式とかになると思うんですけど、なんかどこでも掃除できるなと思ってて、そう、そんな感じで、あの私の欲しい掃除機事情でした。はい、かな。続いてじゃあ行きますね。どういうことだ続いていきます。クリスマスは二股をバレずに乗り切ったのに初詣で気づかれた、どういうことクリスマスはすごい悪い男ですね、この方すごい悪い男ですね。二股バレずに乗り切ったのに初詣でバレたんだね、すごいね。初詣でバレるって結構じゃないどういうこと、なんか新年早々大丈夫これ、やるねーやるねーなんですかやるねーなんですかね。悪いやつですね、本当に悪いやつでございますね。ドロドロだよね。新年早々大丈夫だったのかな、ね、油断したのかもしれないね。悪い男だよね、バチ当たるよって神様は見てた、そうだね、神様は見てたのかもしれないね。え、悪い人ですねっていっぱい最低ってねえ、そっか、すごいね。まあ、でも二股はダメですよ、うん、二股はダメですよ、もうしちゃいけませんよ。じゃあ続いていきますね。はい、お元カノさんと食事行って知り合いのバーに行ってお泊まりをしたことかな、それ以来ぼっちですけどおしゃれバー、知り合いの場合って、おお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 おいや、素敵ですね素敵ですね素敵ですね、すごいすごいね、おしゃれじゃない、食事行ってバー行ってってすごくない、すごいですよね。皆さん、そう、私結構ぶっちゃけてくれるんですけどありがとうございますね。ごめんなさい、私もね、なんかあの語彙力がなくて、おー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 とかしか言えないんですけどす敵ですなね、なんかドラマみたいですよね、こんなさ、なんかご飯行ってバー行ってみたいなね、すごいね、す敵ですいっぱい教えてくださいね私何にも知らないので、はい、いっぱい教えてください皆さんのね。バーとか探してたの懐かしい。あ、探してたんですか。子供の頃に憧れた大人像、いや、そうですよね。なんかさ、こうやってさ、やってさ、いるバーテンダーの方がいてさね、あのバーマスターいつものみたいなことをさね、行ってみたいけどさ、私行ったことないんですよね、バーなんてね。普通やで、あ、普通なの、バーって一回も行ったことないですよね。私も行ったことないんですよね。お酒飲めないからバーと名なんで、あ、そうなんですね。でもね、全然いっぱい楽しいことはありますからね、お酒飲めなくてもね。あ、そう、ドラマの世界だよね、なんかカシャ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 スッて出すの昔バーテンダーやってました、すごいですね。バーでかっこよく飲みたいね、なんかもうオリジナルですみたいなのね、そうありますよね。なんかカラフルな、なんかあのブルーハワイみたいな絶対ブルーハワイではないんだけどなんかありますよね、色のね。わあ、男だっけ、あ、男性だけでも行く、本当。まゆみさん行って、そう、まゆみさんは多分リスコですねリスコです。ガールズバー、ガールズバー行ったことあるってことですか見てるとかっこいいよね、見てるとかっこいいですよね。なんかあとはさ、あのバーで言うとさ、なんだっけ、なんか一人で来てる女性に対してさ、
あの方になんかご馳走してあげてくださいみたいなのありますよね。なんか本当もうドラマでしか知らないんですけどねえ、いっぱいありますよね。うん、リツコからのバーかな、どうなんだろう。バーなんか真由美さんでもバーってイメージ全くないんですよね。うん、なになになに、バービエバー、ババババおばちゃんちゃん、おばちゃん本舗というのを存在する。あ、本当に赤ちゃん本舗なら知ってるんですけどそう、まゆみさんはね、そうなんですよ。そう、ディスコです。ディスコかなで踊ってたかなって思います。じゃあ続いていきますね。素敵、これはでも本当にマリナちゃんへの愛が積もる一人のクリスマス、かっこ閉じ本当ありがとう。雪のようにね、いっぱい積もってくれたら嬉しいなって思います。ありがとうございますね。ぜひね、おしゃべり会なので愛を直接伝えてくださると嬉しいなって思います。ありがとうございますね。ありがとうございます。どうしようかな、55分だったらいけるかな。55分、じゃあギリギリかな。55分、あでもな、ちょっといっぱいお話ししたいよね。あ、うまい、うまいですかありがとうございますね。どうしようかな。55分だったらお名前呼びいたしますね。ありがとうございます、ありがとうございます。続いていきます。昨日一人でディズニーランドに行って思い出作りました、泣きマーク。いやでも素敵ですよね。素敵ですよね。雪は積もんないで、いやまあね、ちょっとね、雪はねあれですけど、あれだけど、そう、55分だったらそうお知らせしますね。ありがとうございます。あ、お知らせするね。ありがとうございます。すごいね、一人ディズニーっていいですね。私行ったことないんですよね。一人、結構一人ご飯は行くんですけど、そう、一人ディズニーって行ったことなくて、でも絶対楽しいですよね。全然ありだよね。全然ありですよね。ね、あ、50分だったらじゃあスクショタイムしますね。ありがとうございます。一人 USJ、 あ、そうね、そっかそっか、一人ディズニー流行ってる、いいよね。全然ありですよね。一人シーはおすすめ、本当一人はシーおすすめ。あ、ね、土日降るみたいですよね。明日ね、降るみたいですよね。ディズニー好きなら OK で、いや OK だと思いますよ。シングルライダーもね、そう、入れますもんね、スイスイね。うちの嫁普通に行ってる。あ、そうなんですね。そうなんだね。ディズニー好きなら全然ありですよね。いいな、私も行ってみたいな、行ってみたい。じゃあ続いていきますね。続いて、続いて待って、結構、あ、すごい連続で、あのさっきのような感じで、何もない、何もない、何もないちょっと待って、なんかか、ご、なんかごめん、なんかごめんなんかごめん、こんな、こんなね、あの何もない3回3回もね、ありがとうございます。何もない、何もない、何もない、あ、3回ありがとうございますひろしです、ひろしです、ひろしひろしですみたいになっちゃった。ごめん、なんかごめんね、切ない、なんかポエムが送られてきた、ごめんなさい、ありがとうございますね、すいませんごめんね。でもね、あの素敵なクリスマスに、あのできたらいいなと思ってますので、よかったら DMM で見てくださったら嬉しいなって思います。ありがとうございますね。すごい、ごめん、なんか刺し、なんかすごいいっぱい刺しちゃったかな、ごめんね、申し訳ない申し訳ないです、申し訳ないです。あ、続いて、続いては、あ、奥さんとお付き合いしてた頃、仕事終わりに待ち合わせしてデートしてたのが懐かしいです、過去昔だって。なんか光ってる、ありがとうございますありがとうございます。あ、そうね、クリスマスだから、これ何のタイミングありがとうございます、ありがとうございます。すごいね、そっか、奥さんとっていいですね。なんか前は彼女だったけど今は奥さんって素敵ですね。ちょっとなんだろう、私カップルに厳しくてさ、なんだろう、ご夫婦には優しいの、なんでだろうわかんないなんでだろう、なんでだろう、なんでかな、なんかわかんないけど、あのリア充に対してはすごい厳しいんですけど、なんかご夫婦の方に対してはちょっと優しく対応です優
しい対応しています。いいですね、素敵ですね。でも昔って、でもずっとねこうやって覚えていただけるのってすごく嬉しいと思いますし、婚活中だからね、あの婚活、うん、今日の格好かな絶対もう何か着ても婚活って言われない、今後大丈夫かなリア充に厳しくてごめんなさいね、すいませんね、すいませんすいません。あと2分ですね、ごめんなさい。あ、ついて、え、毎年お母さんのお誕生日をお祝いするだって、え、素敵、素敵じゃないねえ、素敵ですよね、毎年お母さんのお誕生日をお祝いするってね。お母さんが25日生まれなのかな、12月ね、クリスマスの日なのかな、ね、素敵ですよね、親孝行ですね、おめでとうございますね、おめでとうございます、うん、ね、素敵ですね。そっか、そうだよね、25日クリスマスの日に生まれたっていう方もいらっしゃいますもんね。そうだね、いい話ですよね、なるほどなるほど、いや素敵です、素敵です。続いて、マニナちゃんの写真集を見ながら物思いにふけようと思います。ん、クリスマスの予定これ待ってごめん、なんか、あ、最後にマリナちゃんの写真集を見ながらありがとう、物思いふけよう、なんかごめん、病んでる、大丈夫、ごめん、やましちゃった、大丈夫かな、なんかあったかなありがとうございますね、今日の今日の予定かな今日の予定かな、ありがとうございます、大事、ごめん、なんかありがとうございます、何の思いかないや病んでるとかじゃないかな、大丈夫かな、ありがとうございますね、ありがとうございます、いっぱい見ていただけたら嬉しいなって思います、ありがとうございます、それはルーティン、ありがとう、ありがとうございますはい、ということで皆さんいっぱいね、そうありがとうございますね、送ってきてくださった方ね、明日も読めたらいいかな、明日も読みたいな、明日そうまた配信しようかなと思ってます、クリスマス公演の後に、よかったらぜひ見に来てくださると嬉しいなって思います、ありがとうございますね、ありがとうございます、お時間ですね、それではじゃあね、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで毎回ストーリー、そうだよね、ストーリー通知いかないですもんね、ありがとうございますね、ありがとうございます、指示感染の中本当ありがとうございました、配信楽しみにしてる、ありがとうございます、ありがとうございます、ということで、はい、あ、サインで名前をどのようにお伝えすればいいのか、あ、返信で待ってますね、ありがとうございます、返信で待ってます、ありがとうございます、それでは、明日が、いつも通り配信できたらいいなと思ってるんですけども、そうだね、明日は間に合うかな、22時16分に配信したいと思います、それではどうしようかな、あ、それかあれかな、22時とかの方がいいかな、なんか2時間配信できたらいいなと思ってて、そう、ありがとうございます、ちょっと写真撮りますね、どうしようかな、今日は良いクリスマスを、良いクリスマスを、ありがとうございます、はい、了解です、ありがとうございます、はい、ね、なんか2時間配信したらいいかなと思ったんで、どうしようかな、22時スタートでもいいのかな、続いて写真撮りますね、どうしよう、なんかサンタっぽいツリーにしますね、はい、22時でも大丈夫ですか、ありがとうございます、じゃあ22時からしたいと思います、はい、よかったら明日もねクリスマスの思い出とかを読みたいなと思ってるので、よかったらもしある方お待ちしてますね、ストーリーで、多分ストーリーがね消えちゃうのが24時間で消えちゃうので、今日の何時までだろう、何時かに、あの何時かそうですね、明日の12時とかにしようかな、12時だと早いかな、ちょっとストーリーが消える前に投稿してくださったら嬉しいなと思います、はい、ツリーにします、星書いてね、はい、ということでお名前を呼びさせていただきます、ごめんね、ちょっとギリギリになっちゃった、それではお名前を呼びさせていただきます、13位がまさはるさん、ありがとうございます、ありがとうございます、そして
12が11お兄さんアット西形家フレンズさんありがとうございます、ありがとうございます。そして11位がジャンジーアット西形家マンタンさんありがとうございます、ありがとうございます。そして10位がビッグレンドアットマンタンさんありがとうございます、ありがとうございます。9位がスナミアットワンタン温泉さんありがとうございます、ありがとうございます。そして8位がタダチさんありがとうございます、ありがとうございます。そして7位がバボちゃんあとあなたのバボマルさんありがとうございます、ありがとうございます。そして6位があごめんなさいコメントしてくださったんですが東海清流王さんかな、ありがとうございますね、ありがとうございます。そして5位が、ソウルメイトさんありがとうございます、ありがとうございます。そして4位がノアマスターと西荻大好きマンさんありがとうございます、ありがとうございます。そして3位がせつなあとワンタンさんありがとうございます、ありがとうございます。そして2位が音速の気候者とメリークリスマスさんありがとうございます、メリークリスマスですね、ありがとうございます。そして1位がケイアと新潟さんありがとうございます、ありがとうございます。マザールさん、11お兄さんさん、ジャンジーさん、ビッグレンドさん、セナミさん、タダチさん、ババちゃんさん、東海清流王さん、ソウルメイトさん、ノアマスターさん、せつなさん、音速の気候者さん、ケイさんありがとうございます。それでは今日も見ていただきありがとうございました。また明日の22時に、そうですね、2時間配信できたらいいなと思ってますので、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。もし、くれる場合とかあったら、多分大丈夫だと思うんですけど、またお知らせしますね。予定としては22時から配信したいと思います。よかったらお待ちしております。ちょっといつもより16分早いです。ありがとうございます。ハッシュタグはクリスマスの思い出でお願いします。それでは、また。バイバイ、ありがとうございました。ね、切れちゃうかな、ありがとうございます、また明日ね、ありがとう、またね、バイバイ、じゃあね。